はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日の動画なんですけれども、本日はこちらキャンドゥさんから、発売されていましたこちらのシール3種類、これをどうにかこうにか組み合わせてアートを作っていきたいと思っております。はい、まだ決まってない、どんな風にするかは決まってないけど、やっていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ最後まで見ていてください。それでは早速動画いってみましょう。どうぞ。ということで、ベースの色を何がいいかな、パープルとブルーだから、今持ってきた色が、アイボリーと、あ、めっちゃ眩しいね。アイボリーと、モカベージュ。と、これ、アメシストなの。一旦ちょっとアイボリーとモカベージュを塗ります。ランダムに。はい、こういう風に。意外とこのランダムな感じがいいのでは。思いつきでやってますけど。で、これハケについちゃうから、キッチンペーパーで拭き取ります。あ、鼻がムズムズする、失礼。ベージュはちょっと少なくてもいいか。ちょっとアイボリーを多めにして、でアメシストをこの隙間に入れてみようかなって感じなんですけど、どうですか。うん、良さげ。じゃあひとまずこれで硬化します。はい、硬化しました。こんな感じです。で、未硬化ジェルはまあそんなにないので、もうこのままねシールを使っていきたいと思います。で、ジャンコードを出しなかったので、今から出します。はい、この枠のやつ、こちらです。これ、いいよね。はい。で、次、このパープルのやつ、ダーク。だって。はい。で、最後が、リフレッシュ。青だから、リフレッシュ。さあ、どのように貼り付けていくのか、果たして。出しといて、出しといて、よし。え、どうしようかな。少々お待ちください。まずはこれを使います。なんかメタリックなんだけど、ザラザラしてる感じのシールですね。見た目がなんかザラザラ、わかります？ピカピカっていうよりかはちょっとザラザラしてる感じ、いい、意外と。これで、そんなにぷっくりしてない。そして薄め。はい。で、シリコンプッシャーで貼り付けます。うん。で、参考の何？写真のやつだと、こういう隙間にジェルを置いたり、シェルを置いたりすると、アクセサリーっぽくなっていいね。はい。私はやらないけど、今日は。次、これ。どれがいいかな？うわー、どれもいいですね。あんまりちょっと大きいと、次のことができなくなるんで、これいいな、これ。これ可愛くない？ちょっと待って。ちなみに青だけシルバーなんだよね。あー、いいね。青もいいね。うわー、くー。やっぱこれなんだな。ちょっと濃い青が入ってるのが欲しいので、これを。よいしょ。この辺に重ねる。意外と良さそう。ちなみにゴールドとシルバーって一緒に使っても可愛いですよ。なんかね、ゴールドだったらゴールドでまとめた方がって私も思うんだけど、案外ゴールドとシルバーって合わせても可愛いんですよ。はい、もうすでに可愛い。最後、パープル。ちなみにシールは全部薄いから、ほら、重ねてもね全然いい感じですよ。で、ちょっと見切れるぐらい、見切れる？違う違う、ちょっと切ろう。これベースの色これじゃない？いい方が良かったんじゃない？普通に単色の方が。今更だけど、どう？なんか不思議な感じになっちゃったな。すごい個性的。あれ？なんかすごい個性的。こんなベースじゃない、こんなベースって言っちゃった。こんなベースカラーじゃない方がよかった。普通に白の方が可愛いかもね。まあいっか、許して。はい、ちょっとやり直しちゃったあれ？やり直しちゃったけど、ただの何だっけ、これアイボリーを一色塗ったんじゃなくて、ここだけベージュが塗ってあるの。こう
こんな感じでシール貼るとこだけベージュを塗りました。ちょっとなんかやっぱさっきのはね、あのいろんなものを乗せすぎたわ。ちょっと一旦全体にクリアジェルを塗ります。でなんかしようかなって感じなんですけど、セリアさんのやつにはなるんですが、ナゲットを使いたいと思います。組み合わせるかって感じです。別にナゲットじゃなくてもいいんだけどね。ちょっと動きが出ていいね。はい、こんな感じにしようと思います。じゃあこれで一度硬化していきますとか言いながらちょっと触ります。硬化します。はい、ではではこれで一度トップを塗っていきたいと思います。めっちゃ可愛くなった。ベースの色変えたらねえ、ベースの色って大事。でもこのシール良くないですか？本当に石とかシェルを乗せたみたいな色。なんかシェルって厚みがあるので、厚みがあるから結構埋めるのが大変だったりするんですが、これはシールだからいいね、そういう心配がなくて。はい、じゃあ硬化します。はい、かわいいトップ塗りました。もうこれでも十分なんですけど、これちょっとこれまたセリアさんのになるんですが、これを使います。めっちゃシェルっぽいね。乗せる前はなんだ、この状態だと全然気づかなかったけど、めっちゃシェルっぽいんだねこれ。じゃあちょっとここだけアート筆、まあ、別で用意して、ここのね、このシェルっぽいところをぷっくりさせていきたいと思います。せっかくなのでね、まあそんなすっごい神経質になってぷっくりさせなくてもいいんですけど。うわー、かわいいね。ちょっとぷっくりするだけで雰囲気が変わる。かわいい。うん、十分十分。じゃあもう一回硬化します。はい、ということで完成。めっちゃかわいくなった。貼っただけなんですけど。はい、じゃあ一個ずつ乗せていきます。これは最初にやったやつですね。はい、このような感じです。かわいい。ちょっと爪が透けちゃうかな、私の。かわいい。なんか本当にシェルっぽい。何回も言うけどシェルっぽくって、本物の。めちゃくちゃかわいい。なんか奥行き感ありませんか？このぷっくりさせてるのもあるんですけど、ぷっくりさせなくても奥行き感があってめちゃくちゃかわいくなりました。で、いろいろ組み合わせましたね、これは。はい、かわいいです。で、次が、はい、これです。かわいい。はい、失礼。こんな感じです。ちょっとここ隙間空いちゃう。スタッツが見えなくなっちゃうんだよな。はい、一応ここにスタッツが置いてあるんですけどね。こんな感じです。で、ベースがアイボリー一度塗りで、はい、このシールを使ってます。このシールの、一番大きかった、こういう感じのやつ。この、こういう風かな感じで貼ってあって、ここにドーンって貼って。で、もう一つ、さっき使っちゃったかな、なんか、まあ、これみたいな。ちょっと小さめなやつを、ここに乗せて。なんか2枚重ねて貼ってます。で、その後、周りにだけアイボリーを乗せ、そして、ツイードブラシ。これですね。これで、こうやって、ぼかしてます。こうやって、わーってぼかして、ちょっと本当にこの辺だけシールが見える感じで、あとはもう、結構このあたりまで、このアイボリーが、こう、グラデーションで乗ってるっていう感じになってます。ちょっと埋め込まれてる風な感じにしてみました。かわいい。で、やっぱりなんかアクセサリーっぽいので、このシール。なので、ちょっとこのゴールドのスタッツを四隅に置いてます。めっちゃかわいいな。じゃあ最後だけちょっとベースカラーを変えてます。ベースカラーが、これモカベージュ一度塗り。めっちゃ可愛くないですかこれ。モカベージュ一度塗りで、青いシールとゴールドの枠をちょっと重ねて貼ってます。めちゃくちゃ可愛い。ストーン乗せたみたい。びっくりしています今私は。可愛すぎて。こんな感じになります。まあ枠のシールはどこ、はいはい、枠のシール、まあ一番最初に使ったシールみたいな、なんかこうグワンって斜めになってる、この写真みたいな、この枠のシールみたいなのをここに貼ってあります。はい。で、青もこれ2つ使ってて、1つは結構大きめの、ほんとこれぐらいの大きいのをこの根元に置いてます。で、ここに隙間があってなんだか気になったので、小さめのやつね、これと同じやつをここに貼ってます。で、めっちゃ可愛いよ。で、見えるかな、スタッツ、ゴールドのスタッツをこことここと
こことここに置いてます。で本当はこの中にもあるんですけど埋もれちゃってますけど、でこれもあのぷっくりしてあります。あんまりわかんないかぷっくり感は。めちゃくちゃ可愛いこれも、はい、という感じです。舐めてましたシール、このシールめちゃくちゃ可愛くなったし、シェルっぽいしなんかストーンっぽいし、本当になんかパーツを乗せたみたいな感じにできるのでめちゃくちゃ使いやすいなと思いました。はい、でベースのカラーはどうなんですかね。なんか単色の方がこのシールが結構色が派手というか華やかなので、あんまりベースのカラーはいろんな色入れない方がいいのかなと思って今回ちょっとこういう感じにしてみましたが、いかがでしょうか。はい、でまあこの後するなら他は何、私はどちらかといえばシンプルめな感じでいきたいので、普通にワンカラーで 2,3 本これやるか、 2,3 本もいらんな、1本か2本ぐらい、これめっちゃ可愛いな。はいはい、ということで今回はこんな感じで、シールをねいろいろ組み合わせて作ってみました。皆さんもぜひやってみてください。ということで動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバイ。